皆さんこんにちは、エムズスキーサロンの吉田正弘です。今日はこちらにあるですね、ハーフパイプを利用した、トレーニング方法をご紹介したいなというふうに思います。なぜハーフパイプを、使用するかというと、それはおいおい説明していきたいなというふうに思いますので、まずはこちらを使った、滑りの模様を、ご覧ください。それではどうぞ。今ご覧いただいた通り、ハーフパイプは上ってく局面と下ってく局面というのが、存在してきます。実際滑走している中で例えると、切り替えからターンのマックスに向かっていくところが、下っていく局面ですね。反対にターンのマックスから次の方向に切り替えの方向に向かっていくところが、体の下に潜り込んでくるので登っていく局面となります。この下っていくところと登っていくところというのは、頭では分かっていても、実際平地を滑っている中だと、なかなかその斜面の変化が、気づきにくいというところがありますので、今回はこのハーフパイプを利用することで、それぞれの局面でどういったことを意識するべきかというところをお伝えしていきたいなというふうに思います。はい、まずハーフパイプ、序盤はこのように登っていきながら、下っていく局面があります。このように登っていって下っていく、このように、実際の斜面でも、ターンのマックスから切り替えに向かって、スキーが切り上がってくる、登ってくる局面というのは、滑っていく中においては、減速する要素となります。ではこの減速するところを、なるべく減速させずに次のターンに入っていくためには、どこが重要になるかと言いますと、切り替えからターンマックスに向かってこの落ちていく局面ですね。ここに対して、正確なポジション取りであったり、圧を加えていく動きを、ここで出していくことで後半部分が、ストレスなく次のターンに向かって進んでいくことが、可能となります。ハーフパイプで例えますと、斜面をこのように下っていくところですね。ここに対して、正確なポジション取りをしていきながら、ブランコを漕ぐようなイメージでスキーに対して圧を加えていきます。そこからその勢いを使って登っていき、また正確なポジションを取って圧を加えていくと。ブランコもただ乗っているだけだとどんどんこの揺れが少なくなっていずれ止まってしまいますので、この落下するタイミングに合わせて自分から働きかけをしていくというところが非常に重要となります。このように登ったら漕いでいくと。今回は、こちらのハーフパイプを、利用したトレーニング方法をご紹介いたしました。実際、整地を滑っている中でも存在するこの緩急ですね。これをハーフパイプのこの形状に合わせながら、トレーニングしたんですけれども、しっかりと一番高いところに立った時のポジションを確立させて、そこからブランコの要領で漕いでいくと。この漕いだ勢いがあるから、登っていくところをスムーズに越えられるわけなので、ターン中で言うと切り替えた後にターン前半部分で正確なポジションを取って
ここからスキーにストレスが与えられないようにタイミングよく荷重を加えていくと。そうすることで後半部分がスムーズに仕上がっていきますよというところがお分かりいただけたかなというふうに思います。ハーフパイプですね、なかなか練習する場所もないかなというふうに思うんですけれども、もしお近くにある方は安全面に十分配慮していただきながらトレーニングしていただいたり、今回動画をご覧いただいた方は整地を滑りながらでも十分この容量を抑えながらトレーニングできると思いますので、ぜひ皆さんも試してみてください。